皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと投稿の間隔が空いてしまったんですけれども、今回はですね、9月中に、いわき市アンモナイトセンターで、採取した化石の中から主にですね、アンモナイト化石のクリーニングをやっていきたいと思います。はい。でまあ9月はですね、結構まあ雨が多くてですね、体験発掘やる時も露頭が結構濡れていて、こう化石を掘ってもですね、ちょっとグズグズってこう崩れちゃいそうなことが多くて、まあ、まあクリーニングしようと思ってもまあすぐこういじっちゃうと化石ごと壊れちゃいそうだったんで、まあ一応ここに置いてあるものは1週間からまあ短いものは5日くらいなんですけど、一応あの陰干しして、水分を若干飛ばしたものなんですけど、まだちょっとですね、この一番こう手前にあるこう大きいやつ、これはちょっとあまり日が経ってないんでちょっとまだ湿っぽい感じはするんですけど、まあほぼほぼ表面は乾いてきたかなと思うので、まあ、こちらもクリーニングをしていきたいと思います。でまあざっとここに並んでる化石はですね、ほぼほぼ、まあ、アンモナイト化石ばっかりなんですけど、まあその他にもですね、こちらはですね、ここなんですけど、ここに一応琥珀が入ってます。ちょっとちっちゃい黄色っぽい石が見えるかなと思うんですけど、ちょっとピントが、はい、ここにこのブラックライト当てますとね、わかりますかね、ちょっと白っぽく光ってるのがわかるかなと思うんですけど、これ琥珀ですね。はい。で、あんまりこういわゆる琥珀色にこう透き通ったものではなくて、ちょっと濁ってるやつなんですけど、一応琥珀です。それからもう一つ、こちらもここに琥珀があります。これもブラックライト当てますと、はい、ちょっと白っぽく光るのがわかるかなと思うんですけど、琥珀が入ってます。はい。これもですね、やっぱりちょっと白く濁った感じの琥珀ですね。はい。でまあクリーニングをあまりやらなくて済むような化石もあって、まずこちらにあるのが、はい、こちらこういうしましまの模様が見えてくると思うんですけども、こちらアンモナイトの一部ですね。はい。出た時はこちら側が見えてたんで、でこの6という、 こう筋がですね、まっすぐこうなってるんで、もしかするとこのポリプチコスラスというですね、あのクリップみたいな形のアンモナイトがいるんですけども、あれじゃないかと、まあ、職員さんにも言われたんですけど、これ裏ひっくり返すとですね、この6が結構蛇行してるんですよね。なので、まあ、普通にこうぐるぐる、巻いてるアンモナイトの一部なんじゃないかなと、まあ、思うんですけども、はい。ただそのすぐそばから出てきた、まあ、このアンモナイトの化石かと思うんですけど、それは結構こう割とまっすぐな筋が入ってるので、こっちはポリプチコセラスなのかなと思うんですけど、ちょっとまあ全体が出てないんではっきりとは分かんないんですけど、はい。その他ですね、こっちの方にあるのが、先ほどの、まあ、この化石と近いところから出てきてるんですけど、これは一つの石の中に、まあ、あちこちにちょっとアンモナイトぽいものが入ってるんですね。まずここに一つアンモナイトのかけらで、ここにもあるんですけど、これはもしかするとイノセラムス二枚貝ですね。二枚貝でぐるっと回すと、他にここにもちょっとそれっぽいのがあるんですけど、まあこっちはちょっと、まあ石に深く埋まっちゃってる感じなんで、こっちはまあ後でまあ個人的にちょっとね、クリーニングしておきたいと思います。それからこちらはですね、ここにうっすら見えてると思うんですけど、これも
アンモナイトかなと。まあ異常巻きのアンモナイトの一部か、あるいは全部埋まってるのかちょっと分かんないですけど、これもクリーニングしていきます。はい、でこちらにもここにおそらく異常巻きのアンモナイトが入ってるんじゃないかなという感じですね。まあ、そのすぐそばには魚の鱗も入ってます。こちらもまあできればきれいに出してみたいなと思います。はい、そしてこちら一番でかい石なんですけど、ここにこう細いチューブ状のものが見えてると思うんですけど、これもですね異常巻きアンモナイトの一部かなと。で現地でちょっと軽く削ってみた感じでは、こちら側はここでもう終わってる、化石がここで終わってる感じなんですけど、こっちの奥が、どこまで続いてるのかっていうのをねちょっとクリーニングして、出してみたいと思います。こちらはですね、おそらく、まあ、異常巻きアンモナイトのスカフィテスの一部かなと思います。はい、あまり深いところまでは、入ってなかったですね。ほぼほぼ見えてたところだけの化石みたいです。はい、続いてはこちらですね、ここにちょっと埋まってる感じなんですけど、これをちょっと取り出してみたいと思います。こちら、ちょっと壊れちゃったんですけど、まあ、やっぱり、スカフィテスですね、こちらのですね、異常巻きアンモナイトのスカフィテスの本当に一かけらですね、本当にやっぱり見えてたところだけですね。はい、さあ、一番大きい石にこちらのアンモナイトを掘り出していきたいんですけれども、果たしてどこまで埋まってるか、ちょっと楽しみなんですけど、やっていきましょう。はい、というわけで、こちらも取り出せたんですが、やっぱり見えてるところだけでしたね。で、まあこの殻の特徴からいくと、まあこういう直線状の形をしているので、まあ、ポリプチコセラスかなという感じはするんですけども、まあもうちょっとね、なんか特徴がわかる感じで残ってくれればいいんですが、まあちょっとこれだけでしたね。ちなみに先ほどの殻を取り除いた後にはこんな感じに跡が残ります。はい、アンモナイトの、まあ、化石には特有のこう6ですね、その跡が残ってる感じですね。はい、というわけで9月の体験発掘で出てきたアンモナイト化石のクリーニングでした。まあ今月は割とアンモナイトがたくさん出たかなという感じはするんですけど、やっぱりですね、破片しか出てないんで、一度でいいですからね、まあちゃんとこうぐるぐると綺麗に巻いてるアンモナイトを見つけたいと思うんですけれども、なかなかちょっと難しいですね。はい、また来月も頑張って発掘やっていきたいと思います。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。